実はね、今日撮ってる動画がここまでしかないんですよ。いや、まさか今日も出すと思わなかったから。実はまあ、ちょっと仕事で嫌なことがあって、動画が出してる気分じゃないなと思ったんだけど、あまりに豚骨ラーメンが美味しい、日高屋さんと。それでまあ、つい癖で撮っちゃったっていうだけの話なんですけど。で、明日から、多分ね、仕事がね、休みになるんですよ。ほんでね、いよいよ短編映画。まあ、題名は決まってるんですよ。水を飲みに行く。そうなんです。わけのわからない題名ですよね。シュールリアリズム。そんな感じでも、まあ、今回、まあ、私の作った、まあ、短編映画。っていうのは、まあ、見てる人もいると思うんですけれども、結構コメディ要素みたいなのをかなり入れるんですよ。でも今回に限ってはね、コメディ要素は入れない。ただ見てる人が、あ、ご飯が炊けた。なんでこう撮影してるとね、なんか横やりが入るんだろうと思う。とにかくまあ、100人の人が見る。と多分ね、半分の人は分からないと思う。何だかよく分からないと思う。あえてそういうのをね、ちょっと作りたいと思ってるんですよ。撮影はとにかくまあ、一人。私が出て、私が自分でまあ撮影する。これも、明日になってもやるかどうか分からないんですけど。ひょっとしたら、作って。作ったらまあすぐ編集できるから。それは出すかもしれない。水を飲みに行く。本当もうそれだけの、短編映画なんですよ。まあそんな話です。